課題はスパニッシュメドレーですからね、はいはい、マリカ・ハンフリーズ、ミタリー・バラノフミ、イギリス。イギリスのカップルです。マリカ・ハンフリーズ、ビタリー・バラノフ。コンパルソリーではファーストが12位、セカンドは14位でした。この辺りの選手たちちょうど混戦模様になっていまして、12位タイが3組います。このイギリスのカップル、それからアメリカの世界ジュニアのチャンピオンのカップル、そしてフランスのカップル、3組がこのオリジナルダンスで順位が変わってきますね。リズムはパソドブレから入ります。ちょっと引っかかりましたね、はい、これも減点対象0コンマ1ぐらいは引かれますね。はい、イギリスのカップル、マリカ・ハンフリーズ、ビタリー・バラノフでした。パソからタンゴに入った時にこうタンゴポジションで滑るっていうのはちょっと少ないんですよね。ステップが入ってたり、サイドバイサイドになって最後のダイオグナルのところではタンゴポジションだったんですけど、せっかくタンゴの曲に変わった時はもう一息こうタンゴの雰囲気でこうタンゴポジションでステップを見せるともっとハイライトな印象だったと思うんですよね、でその後やはりスパニッシュワルツに変わっても、そのタンゴからスパニッシュワルツに変わって、そのせっかく3曲のそれぞれの曲の特色がやはり生かされてないような気がします、ちょっともったいないですけどね、こういうところが、まあ、リズムの変化とその滑りの変化がこう明確に行われるとやはりハイライトとなりますよね、はい、形としてね、今はパソですって、ここはここから単語に入りました、このいい味単語の単語らしさ、それがあればよかったですね。ここ今ちょっとつまずいたところですね。そうですね、はい、出だしのところでした、はいはい、何かプログラム自体3つの、ね、メリハリがあればもっと良かったと思いますね、ここはクロスしていきますね、はい、クロスしてループ状に滑るところで工夫はしてあるんですけれど、ちょっと女性の方が先進んでますよね。これが同じ横の位置だと綺麗ですけどね、なんかやはり縦とか左右にずれるときにどうしてもこのミドランステップ技術的にちょっとずれちゃうことがあるんですよね、ピタッと当てるとすごく効果があるんです。そうですね、はい、
男性はウクライナの生まれです。この2人は99年の3月に結婚しています。やはりジャッジもね、この混戦しているところでスタンブルがありました。やはりちょっとこの3曲のね、あのメリハリがなかったとかね、いろいろどこへ出そうかなって悩みますよね。なるほどね、コンポジションの得点が出ました。ファーストマークです。下 4.5 からになりました。上 4.9 までです。そしてプレゼンテーションです。表現力、下は 4.7、 上5点台が出ています。5.1 まで出ました。5点台の方が多くなっています。そうですね、ただセカンドマーク上げてないジャージが2人いますもんね。はい、表現力としてのやっぱりその辺の差をしっかりしてないんで上げられなかったんじゃないでしょうか。なるほどね、はい、